まあ、3割も乗りましたし、4安打しました。まずは石川が呼ばれました。自身の連敗を2でストップ、今シーズンの6勝目を挙げました。石川シューターです。2試合連続の猛打賞になりました牧原、今日4安打ゲームでした。その打率も3割に乗っています。この2人、投打のヒーローです。放送席、それではヒーローインタビューです。まずは今シーズンの6勝目を挙げました石川シューター投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございました。あの初回の怒涛のチームの攻撃をどんな思いでご覧になってましたか？そうですね、いやもう本当に 早い回に点を取ってもらって本当に楽に投げれました。そんなチームの皆さんからの大きな援護点もありました。今状況としては11連戦を戦っている最中です。昨日まで3連勝で来ていました。リーグ優勝に向けて一試合一試合非常に大事なゲームが続く中で、今日はどんな思いでマウンドに上がりましたか？一試合一試合戦っている姿をやっぱ見てて、やっぱ自分もそれに触発されて、もう結構ヒットは打たれたんですけど、もう気持ちで粘り強く、まあ、拓也にも途中にちょっと粘り強く行こうって声かけられて、まあ、その声かけもあって点数の援護もあってなんとか投げれました。前回の登板の後も甲斐捕手からはいろいろと言葉もかけられたという話も聞いています。まあ、今日も試合の途中今お話ありました、結構長く言葉を交わしているシーンというのもありましたよね。そうですね、腕振れって怒られました。いい女房役ですね。そうですね、その声があって、まあ、その声もあって普段からまあ助けられてるっていうところで、今日はなんとか拓也のためにもと思ってマウンドに上がったので良かったです。石川さんの好投もありまして、チームはこれで4連勝、場合によっては明日にも優勝マジック10が点灯するというところまでやってきました。そうですね、もう目の前の1試合1試合をもう勝つだけ、まあ、その先に優勝があると思うので、本当に一歩一歩一球一球を頑張って戦っていきたいなと思います。リーグ優勝を夢見ているファンの皆さんに一言お願いします。はい、今日たくさんの声援ありがとうございました。次も勝ちに結びつくような投球ができるように頑張りますので、まあ、明日からまだまだ戦いが続きますので、変わらぬ声援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。まずは今シーズンの6勝目を挙げました石川修太投手でした。ナイスピッチングでした。続きまして、昨日に続いての猛打賞、今日4安打の活躍になりました牧原大成選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。バッティング絶好調ですね。いや、そんなことないです。そうですか。まあ、あの初回のタイムリー、皆さんからの勢いに乗せられてという言葉もあったようですけれども、やはりそんな感じだったんでしょうか？まあ、あの勢いに乗れてよかったですし、あの回に、たくさん点を取って、有利な試合展開にできてよかったかなと思います。しかし、いきなりのゲームのスタートから昨日のゲームの終盤8回を思い浮かさせるような、まあ、そんな流れできましたね。もう一回お願いします。昨日のゲームの終盤を思い起こさせるような今日のゲームのスタートになりましたね。はい。その後ヒットを重ねまして今日4安打です。いかがでしょうか？そうですね、4安打打ちましたけど、本当に1打席1打席、必死なので、素直に4本打てたことは、嬉しく思います。牧原さん自身も、まあ、今年ヒットを重ねて3桁これで都合107安打になりました。はい。
どんな思いですか、ここまで積み上げて。自分自身、3桁のヒット数を打つのは初めてだったので素直に嬉しいですし、あとはこのまま最後までどんどんヒットを積み重ねていければいいのかなと思います。走っては盗塁2つ、さらにはあの6回ですか、一塁ランナー出た後センターフライでタッチアップで二塁まで行きました。あの走塁見事でしたね。はい、あれは自分の判断もありましたし、本田コーチが、大きい声でタッチアップタッチアップと言ってくれたので、そのおかげでもあったので塁に進めてよかったかなと思います。チームは宿敵ライオンズを相手にこれで3連勝、チーム4連勝になりまして、じわりじわりと混戦を抜け出しつつあるんじゃないでしょうか。そうですね、自分自身コロナで、いない間、若い子たちがたくさん頑張ってくれてたので、そのおかげで、今の位置にもいますし、その勢いを、ね、崩さないように僕たちも頑張っていきたいなと思ってます。明日にも優勝マジック10が点灯しますよ。はい、でもそこはあまり気にせずに本当にあの一試合一試合大事に、戦っていきたいなと思ってます。最後にファンの皆さんに一言お願いします。まだまだ、油断できる状況じゃないので、一試合一試合全力で戦っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご声援の方よろしくお願いします。昨日に続いての見事な猛打賞、今日4安打、牧原大成選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。投打のヒーローでした。今シーズンの6勝目をマークしました。自身の連敗を2で止めた先発の石川修太、そして2試合連続の猛打賞、今日4安打1本はね、オンラインに乗るという珍しいヒットもありました。キャッチャーへの内野安打がありました。牧原大成選手でした。で、最新の順位表ですが、ソフトバンクが勝ちました。連勝を伸ばしています。これで4連勝で、オリックスが今日ですね、ゲームがありませんので、オリックスとゲーム差が2で、3位の西武とは3というゲーム差になりました。改めてこの順位を見てみていかがですか。非常にやっぱりこう大きな、3立て、はい、になりましたしね、こうどこもこう抜け出せそうで抜け出せない状況の中、はい、まあ、11連戦ホークスからしたらですね、11連戦ごとく始まって、はい、でオリックスに1勝1敗、まあ、なんとか2勝分勝ち切って、はい、で効果でまあ、ホームで仕切り直し、しかも首位攻防、まあ、天王山ということで、ね、なんとかこう最低限としては勝ち越していきたかったというところでの、まず2勝できたということは大きかったですし、はい、その意味ではその意味で今日の初回の5点で、ね、すごく流れ、優位に戦いを持っていけたというところで、ね、あとはピッチャーの、まあ、先発投手もそうですけども、はい、頑張りというのがね、ここに来て迷惑なピッチャーで勝ってきたチームではありますのでね、はい、ではいい勝ち方が続いた連勝になりましたよね。いよいよ、まあ、明日からカードが変わりますが、ソフトバンクは移動して楽天との2連戦になりますが、いよいよ明日勝てば優勝マジックナンバー10が灯る可能性があります。というところでやっぱり、はい、あと移動ゲームというところが挟んできますので、ね、そこだけですよね。やっぱり体力的に非常にやっぱきついというところになってくるんでね、はい、まあ、チームの状態としては良くだけにですよね、この、まあ、ちょっと嫌なプレーだったり変な流れだったりガラガラガラっていってしまう可能性もありますのでね、はい、それだけは避けるようにして、なんとかこうこのホームの応援がまたちょっと遠ざかりますのでね、そういう意味ではビッターでなんとか移動ゲームの選手たちはきついでしょうけどね、こういう時代や